皆さんこんばんは、前田明チャンネルです。今日はですね、このところ続いている都市伝説の話を、したいと思います。まあユダヤに、組み入れる前のロシアのダイヤモンドの話で、あと、クレメンチェフが、携わったアタシケース型核爆弾の話、ちょっといろいろやってきましたけど、まだね、なんかロシアはまだいろんな話がありまして、当時ですね、もうロシアの経済状況といいますと、本当にもうハイパーインフレ、特にですね、スポーツの選手、三方、関係は本当にスポーツマスター制度からもう完全に外された状態で、格闘技関係の選手で、スポーツマスター制度から離れた人たちはもうどんどんマフィアに流れたんですよね、ロシア国内では。後の人生を考えて本当にお金儲けしたいっていう気持ちはすごい強くてですね、まあ、今でも覚えてるのはまあ、リングスって、まあ、いろんな、ロシア人選手がいっぱい来ましたけど、もう中には一度二度来て、来なかった選手もいっぱいいたりとかしてですね、その中の選手にですね、一人たまたまなんかこう自分でこういろんな、アイデアっていうかことを聞いてくる選手がですね、一人すごい、あることですごい大成功した選手がいるんですよね。で、彼は何で成功したかっていうとですね、前回の話 で出た、グルジア、まあ、今でいうジョージアですね。であそこはもうカスピ海に面したところでですね、キャビアの産地なんですよね。で当時ね、なんか自分行ってそう驚いたのですね、もうキャビア、ベルーガって言ってこの 青缶があるんですけど、もうこんなんで日本で買っても何万もするんですけど、グルジアで買うとですね、当時はもうこんなベルーガのなんかもう特別のロシア国内でしか出回ってないのこの青缶のこんな大きいやつだったんですよね。分厚さこれぐらいで、それがね、2ドルとか3ドルで買えたんですよ、グルジア国内で。でそういうのもあったのと、あとはですね、もう ロシアはあと車っていうとトラバントっていうなんかね、もう社会主義の国の中で流通した乗用車ってあったんですけど、まあ、もう自分らの目から見ると本当にもう昭和30年代の初め頃に本当に走ってたような車のレベルで、作りがもう故障額でどうしようもなったんですよね。でロシア人はなんかもう故障の少ないいい車に乗りたい、特にもう日本車とか乗りたいなっていうのがすごいあったりとかしてですね。であとロシア国内で使ってる車のタイヤっていうのはもうほとんど 100% 再生タイヤで、もうすり減ってはゴムを乗せ、すり減ってはゴムを乗せの繰り返し で再生タイヤに関する技術がね、ちょっとびっくりするほど良かったんですよね。それとなんかそのトラバントみたいな、その1950年代に設計されてそのままの設計で作っているような車の、修理っていうかね、なんかよくキューバで今でもなんか1950年代のアメ車がもう何度もなんかいろんな修理を繰り返しながら未だに現役で走っているようにですね、当時のロシア国内もなんか本当にもう古い車をもう何度も大事に乗るってそうなってですね。でそういう修理の技術も素晴らしいっていうのはもよく知ってまして、で彼とにいろいろ聞かれてですね、話した時にもうつい軽い冗談でですね、自分はこう言ったんですね、グルジアでね、そのベルガの青缶のこんなやつを2ドルとか3ドルで買えるんで、それを大量に持ってきて、で貨物船を1台雇って、でそれにもう満載車持ってきて、それを日本で売って、でそのお金で日本のね、当時は中古車10年以上年資が経ったやつで、当時でも10年以上経つともう10万円台とか5万円台で買えたんですよね、そういう乗用車が。それを満載して持って帰ってきて、であとプラス日本のフルタイヤ、あれ引き取ってもらうだけで出す方がお金いるんで、逆にタでいくらでもくれって言ったらもう喜んでみんなくれるから、それを満載して持って帰れと。で満載して持って帰って、キャビアを売った金での代金でそれを買って貨物船に積んで持って帰って、それで大儲けたのじゃないかって言ったら、それを本当にやったやつがいてね、でそいつはあっという間に6万中将だったんですよ。でね、で前田が、で前田の声で前田の話を聞くと、なんか6万中将になれるぞみたいな感じでロシア人の声がわーって広まって、でいろんな話が湧いてきて、でその一環でこれは前回言ったようなダイヤの話とかそういうのも回ってきたんですよね。である時ですね、ちょうどコピロフと、ズイエフを
選手として使うためにですね、まあ、わざわざ当時はトゥラって言ってですね、トルストイの生誕地ですね、トルストイが住んでたモスクワから車で2時間ぐらいのところですね、でそこにわざわざ行ってですね、でコベルフとズイエフと2人来て、でそれぞれ自分でスパーリングしたりとかして、でああいい選手だなって言うんでと思って、でその時もハンもトゥラに住んでてですね、ハンはその時トゥラで軍事教官だったんですね。である時その行った時にハンにね、どうしてもちょっと今回俺どもちょっとだって相談乗ってくれないかって言われてですね、で行ったんですよね。であるなんか共産党が使ってたなんか大きなホテルっていうか、もう共産党っていうかもう軍人が使ってたようなホテルですよね、なんかねその大きなところに連れて行かれて、で下のなんかこう、ちっちゃな宴会場みたいな広さのところに連れて行かれて、パッと入ったらですね、びっくりしたのは歩兵用の重火器が一式全部揃ってるんですね、並べられて。一個一個見るとね、機関銃だ、重機関銃から歩兵用の銃で、長距離の狙撃銃だとかいろんなもの全部あったんですけど、それはもう特別になんかこう見分け上げられて、こう増眼したりとかしてて、で綺麗になんか装飾したような、なんか軍銃にしてはなんかえらい変わったなんかこう装飾を凝らしてるんですよね。で自分なんか何かと思ったら、日本人のそういう重火器の好きなコレクターにこういうのを売ってくれないかってまず言われて、でいや日本はちょっと重火器はちょっとお前取り扱いっていうのは相当厳しいよって、無理だよ難しいよって、で、まあ、散弾銃とかライフルの類だったらまあなんとか可能性あるかもわかんないけど、機関銃だとか歩兵用のなんかあのトカレフだとかそういうのちょっと無理だよと、あと長距離狙撃銃だとかバズーカまでやられたからね、だから何を考えたんだけど、いやもうちょっとでもこんなんもどこかの無理だよって言ったら、何言うかと思ったら、じゃあヤクザに言ってくんないかとか言われて、もうヤクザとかってもう俺が刑務所行っちゃうよって、その絶対無理だよって、第一日本に持って入れないよって言ったら、当時ねなんかねちょっといろんな話をなんか藩たちも知ってて、で自分にちょっと言うのはなんかね、日本のある団体がなんかそういうのをなんかねロシアの軍隊が持ち込んでるっていうことですね。当時藩とは別の軍の、グループがですね、日本になんかそういう銃器を、売ってたっていう情報が藩の方に入ってですね、藩はそれはヤクザなのか何かのグループなのか分からずに、じゃあ自分たちも前田を通じて、そういうことしたいなと思っていたようですね。で今から考えてそれオウムだったんですよね、オウムで、そんなわけないだろうとか言ったんですけど、当時なんかもそういうことをなんか藩が言ってて、もそんなんもできない、そんなことできないし、お前俺もうリンクスを潰しても刑務所に行ったりするのも嫌だし無理だよ。で藩っていうのはなんかね、割と彼はねもう軍隊生活がもうずっと長くて、もう生え抜きのね第一線級の軍人なんです、あいつは。戦歴でいうとね、ソ連軍のアフガン侵攻に空手隊で行ってるんですね、空手隊で。で何で行ったかっていうと、占領地の治安維持で、占領地の治安維持で何やったのって言ったら、ゲイラとかテロリストを一掃、もう全員捕まえて占領地から一掃する役目だと。で藩もだから俺があるロシア人選手にアドバイスしたら、そいつがちょっとなんかキャビアと中古車で大儲けしたっていうのを聞いて、まあ、そういうことを考えてですね、まあ、ちょっと自分に言ってきてですね、で今から考えるとですね、なんかねその頃ぐらいからですね、オウムの事件が始まって終わる頃ぐらいまで、前田家は自分はすごい日本でね、なんかね怪しい車にちょっとつけ回されたんですよね。で最初はフライデーとかそういうのかなと思ってて、でオウムの事件の時に一回ちょっと止めて聞いたら、なんとね公安だったんですよね、公安で。なんでですかって言って問いただしたら、なんかねリングスで使ってるロシア国内で使ってる通訳と日本語通訳とオウムが使ってる日本語通訳が全く同じ でそこからいろいろ探ってくると、オウムが仕入れたトカレフをはじめいろんな重火器の出所っていうのがこのトゥラに関係したと。
であなたも同じようになんか関係あるみたいだからなんか ちょっとって言ってもずっと内定しましたって言われてでちょっとまあびっくりしたなっていうことがありましたね、はい本当に一歩間違えたらですねリングスはオウム真理教のように警察庁に根こそぎ壊滅させられたかもわからない危ない話でした。これを信じるか信じないかはあなた次第です。